バンバンババンバンバンババン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 。皆さんどうもこんにちは、滝沢でございます。2018年新年が明けましたね。YouTube の動画をご覧の皆様、アフタービートギターチャンネルの動画をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いしますという、毎年恒例の新年のご挨拶の動画でございます。なぜかめちゃめちゃ雪が降っていて寒いって感じなんですけども、まあそういった時もあるという感じでございますね。まあ今回もですね、またフリートークっぽくこうベラベラと喋らせていただこうかなと思ってるんですけども、まあちょっとネタっぽく言うと、皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師だった滝沢ですみたいな感じなんですが、まあ皆さんね、そのご存知の方もすごく多いと思うんですけれども、2017年いっぱいをもってですね、僕はアフタービート、ミュージックスクールという職場をですね退職することになりまして、まあ14年間ずっとギター講師として、アフタービートにね在籍しておりましたが、稼働しておりましたが14年間やってましたが、去年いっぱいで終わりという形にさせていただきました。本当はね、そのすごい前々から決まってたから、その2017年入って、もう僕はその一切その新規の生徒さん受付しなかったんですよ。結構ね、そのコメントでもその竹田さんの教室申し込みしたけども定員がいっぱいだみたいな感じで断られちゃいましたなんていう、話があったんですが、2017年入ってもうね、その年に辞めることがもう年明けから確定してたんで、もうほぼってか一切ですね、新しい方は受け付けないという方向で、やらせていただいておりました。その度にね、結構がっかりさせてしまう方もいらっしゃったと思うんで、まあ、その辺はすごく申し訳ないなという感じなんですけれども、まあ、2018年また新たな気持ちでですね、いろんなことにチャレンジしていこうかなと思いますので、今年も一年よろしくお願いしますということです。結構コメントで多かったのが、動画更新はもうやらないんですかみたいなコメントがありましたけれども、動画更新はね続けます、単純に続けます。アフタービートギターっていう感じで、そのアフタービートの名前関してはありましたけども、アフタービート名乗ってますけれども、まあアフタービートってお店の持ち物というよりもね、このチャンネル自体は僕個人の、チャンネルっていう意味合いがすごく強いので、まあそのまま続けようかなと思っております。もしかしたらチャンネルの名前が変わったりとかするかもわかんないですけれども、まあその辺はね、ちょっとまだ未定のところも多いんですけど、ひとまず動画更新はね、去年以上に、頑張っていこうかなと思っているので、その辺は楽しみにしていただければという感じでございます。ちょっとここ1ヶ月はね年末年始で結構いろいろイベントとかバタバタしちゃって、なかなか動画更新ができなくてサボってしまいましたけれども、今年はもう一応めっちゃ頑張ろうかなという感じでございます。気持ちを新たに頑張りますので、滝沢勝成をよろしくお願いしますということでございます。そしてババン、今年も恒例の書き初めをさせていただきました。見えるかな、てか風がすげえ、あーバランバンバランバンバン、はみ、あーあー見えない、読めない、読めますでしょうか、はみ出す、はみ出す。滝沢勝成、今年いっぱいはたくさんはみ出していこうかなと思っている所存でございます。ちょっとこの動画の中でね、2つ皆様にお知らせさせていただこうかなと思うことがあるんですけれども、1つ目、ここ1ヶ月ぐらいでトントン拍子で、ね、いきなり突然決まったことなんですけども、2018年今年3月からですね、僕はお店を持つことになりました。相模原駅、 JR で相模原駅というのがあるんですけども、そこからね、すごい近いところにちょっとカフェのスペースがあって、そこのお店を、3月から僕が、仕切るというか借りることになりまして、店舗を持つことになりました。それまではね、なんかこう、もうそういうお店とか決まってなかったからさ、なんかこう2018年は俺無職だとか、なんか俺プータローだぜみたいな感じで、なんかね、ちょっと冗談っぽく言ってましたけれども、なんかね、ここ1ヶ月ぐらいでそういうのもトン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 と、全部話は決まって、突然店舗を持つことになり、もう無職とか言ってる場合じゃねえぞと保証金とかすげえかかるんだけど、どうしよう、敷金、礼金そんな高いの、1ヶ月の家賃マジっすかみたいな感じで、
ちょっと店を構えるなんてね、もうみじんも考えてなかったからね、もう本当もお金の面でもすげえやべえなって感じだし、なんか他のその環境の面でもマジか大丈夫かなって感じですし、でもなんかね、すごい面白そうだなと思ったので、ちょっと2つ返事ってわけではないですけれども、あ、じゃあ俺ちょっとやりますって感じで、お店を構えることになりました。そこのお店でね、ギターレッスン的なこともやっていくと思いますし、なんかこうライブイベントとかやったりとかもすると思いますし、あと今までね、その居酒屋さんを貸し切りにしてたからさ、金曜日の夜とか、ね、土曜日の夜とか、稼ぎ時の時はね、ちょっとこのお店さんに迷惑かけちゃうから、イベント打ちづらかったんですけど、金曜日、土曜日、日曜日、全く関係なく、そのお店を使ってイベントを打つことができるので、楽しみにしていただければと。やっぱりこう平日にね、こうライブイベントとか企画すると、土日じゃないといけないよみたいな、社会人の方とか結構いらっしゃったんですけど、あとは僕自身がね、その日曜日はレッスンがあるから、日曜日はレッスンだからあるから休めないんだよなみたいな、そういった都合があったんですが、自分のお店を持つことで土日を動かすこともできますし、あと僕がそのギター教室を辞めたことで、日曜日に縛られずに、曜日に縛られずに動くことができますし、まあ、今まで以上に皆さんにね、面白いこと、楽しいことを提供できるかなと思っておりますので、本当にまあ機会があったらぜひね、チェックして遊びに来ていただければと思っている次第でございます。で、あともう一つ、皆さんにご連絡させていただきたいこととしては、まあ、非常に私事ではあるんですが、まあ、今年中にね、多分結婚するだろうなっていう、そういう話がちょっと今出てきておりまして、そんなことになりましたとまあ別にね、ご報告しなくてもいい話かもしれないですけれども、まあ、皆さんにちょっと一つ伝えておこうかなという感じです。なんかこうお店を3月からスタートさせて、まあそこから落ち着いてからっていう話なんですけど、まあ具体的にね、何月とかいつとかっていうのは全然決まってないんですが、多分今年中に、そういうことになるだろうなという感じなので、まあ皆様にちょっと一度お伝えしておこうかなと思う次第でございます。かの有名なスティーブ・ジョブスさんのスピーチがあるじゃないですか。スティーブ・ジョブスの、とある大学での卒業式で喋ったスピーチ、あの中にそのコネクティング・ドッツっていう点と点をつなぐっていう話が出てくるんですよ。そのスティーブ・ジョブスさんが生まれた環境、生い立ち、そのお父さんとかお母さんとかの、その、ね、家族関係で、それで、ね、大学に行って、その大学をドロップアウトして、でもドロップアウトしてもこんなことを学んで、こういうことに気づいて、で会社を立ち上げてどういう成功があって、どういう失敗があって、どういう成功があって、どういう失敗があって、どういう病気があって、なんかそんなことをね、ひたすらこうスティーブ・ジョブズさんが語ってくれてるんですけども、それら一つ一つの出来事がとある時点で点と点がつながって線になるっていう話をしたんですよ。家族の環境とか大学のこととか、それまでの逆境とか失敗とか、そういったものがね、突然全てがつながって花開く瞬間があるっていう、そういう話をされてたんですよ。なんか僕は本当ね、ここ1年ぐらいそれをすごい感じる年でして、さっきのそのお店の話に関してもそうですけれども、その前のオーナーさんが突然なんか お店を見ようと思ったんですって。突然、本当に突然でもお店辞めようと思うんだっつって、思い立って2日目ぐらいにその僕に連絡をしてくれて、お店を畳むんだっていう話をしてくれたんですよ。で、なんて言うんだろうなその話をされた時に僕はもうすごいね、いやあの店なくなるの困るなっつって、もう撮影とかイベントでもめちゃめちゃ使ってたんで、もう単純にその店がなくなること自体がめちゃめちゃ困ると、マジか、でもまあね、そういう風に言うんだからまあしょうがねえかっつって、でも困るなと思ってたんですよ。けどなんかね、その1週間後ぐらいにふと、あ、俺やればいいじゃんって思ったんですよね。あ、俺やればいいじゃんっつって。で、その、あ、俺やればいいじゃんって思ったんですけれども、なんだろうな。例えばですけど、もちろんそのお店を借りるってめちゃめちゃお金かかるわけなんですよ。めちゃめちゃお金かかります。で、その、めちゃめちゃお金かかるけれども、まあ、今までね、そこそこ働いてきて、そこそこまとまったお金があるから、まあ、そういった意味でも、あ、俺やればいいじゃんって言えるなっていうのもありますし、で、その来年からね、たまたま僕はその14年間勤めてたお店を辞めることで、さらに自分の体が自由になるって意味で、あ、俺やればいいじゃんって思いますし、そして今、周りにその手伝ってくれる仲間といいますか、友達といいますか、そういった人たちがいてくれるから、多分困った時にこいつら助けてくれるっていうふうに思えるから、
さらに、あ、俺やればいいじゃんって思いますし、多分10年前とかだったらそんな話が来てもね、あ、俺やればいいじゃんっていう感じ絶対思わなかったと思うんですよ。でもすごい今までこう気づき上げてきたなんか一つ一つの出来事みたいなのがなんか自分の自信につながるってわけじゃないですけど、なんかそういうのを鑑みると、あ、多分俺やってできるわと、なんかふと思ったわけなんですよ。なんでまあ本当に訪れるべきタイミングで訪れたなっていう感じがすごくするんですよね。でその2つ目の今年中に結婚するかもしんねえみたいな話もそうなんですけども、まあその今ねお付き合いをしている方がいらっしゃるわけなんですが、その人もなんかこうこのタイミングで出会うべきして出会ったと言いますか、なんかすごいなんか自分が欲しかったものとか、なんかこう助けて欲しいこととか、なんかそういったものをすごいこう持ち合わせているような人で、うん、なんか本当になんだろう、うん、なんかうまく言葉では言えないですけれども、なんかすごいもうこの人と出会うために今まで頑張ってきたんかもなと、思ってしまうぐらいにもうすごい素敵な人で、もうこの人と一緒にいたらなんかもう全てがうまくいくんじゃないかと思うぐらいにすごい大切な人なんですよ。でさっき言ってたその仲間がうんたらかんたらとかもそうですよね。あの歌いそっていうユニットやってるじゃないですか、歌いそ、あの石川美穂っていうボーカルがいて、でその僕はその石川さんとねちょこちょこたまに、年に何回かその真面目な話をするんですけども、あの子にも言ってますし、その周りの人たちも言ってますし、僕はそのなんか石川さんのあのボーカル見てるのがすごく好きで、あのキャラクターがめちゃめちゃ好きで、で歌いそっていうユニットをやっててね、あれがすげえ楽しくて、ある意味では全てじゃないけど、ある意味では僕がそのギターを始めた意味とか理由っていうのはなんか歌い人のためにやったんじゃないかなって思う時もあったりするんですよ。なんか石川さんと一緒にこのライブやったりとか、ね、イベント打ったりとか、そして歌い人っていうユニットを組むために今まで俺はそのギターを頑張ってたんじゃないかなって本当に思う時もあるんです。わかりやすい例だとそんな感じなんですけども、その今お付き合いしている方に対してもちょっと動画でね言えないことばかりなんでうまく言えないですけども、だからそんな感じで本当にここにたどり着くために俺は今まで頑張ってたのかなって、ちょっと本気で思うぐらい、大切に思うわけなんですよね。話を戻すとそのスティーブ・ジョブズさんがね言ってた話、まあ、ちょっと自分と、ね、自分とスティーブ・ジョブズさんを重ね合わせるのもねちょっとおこがましい話ですけれども、本当に今までやってきた一つ一つの蓄積、そういったものがですね積み重なって積み重なって今があるんだなと思うここ1年2年でした。でまあなんだろうな、自分はその去年もね同じ話をしましたけども、個人事業でやってて、まあ今までその企業人としてその勤めたことないんですよ。就活とかもしたことがないし、そもそも就職もしたことがないですし、ずっと個人事業でコツ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 やってきて、まあ別にね自分はね今できることやってるだけだからそんな自分が特別だとは思わないですけども、でまあ世間一般から見たらね結構はみ出してる方かなと思うんです。でこの間そのお店のねこと武道さんさんとお話をしてて、居抜きで借りるにしてもねすごいお金かかるんですよ。本当にあこんな金かかるんだってびっくりするぐらいに、でもちろんその、ね、何百万ってお金をねその準備金として払ったとしてもうまくいく保証とかもちろんないですし、家賃水道光熱費すべてひっくるめるとねもう20万とか、まあ、そんなお金がもう毎月毎月のランニングコストとしてかかってくるわけなんですよ、ね、普通に考えてねすごいめちゃくちゃっすよね。皆さんが、まあ、今学生か社会人か分かんないですけども、まあ、毎月その稼いでる額があるわけじゃないですか。でそこにその携帯とか家賃とかいろいろあると思うんですけども、いきなりそれがなんか20万とか30万とかに膨れ上がったらおマジかって思うじゃないですか。僕も普通にやっぱね冷静に考えるとねおマジかって思います。でも普通だったらね、普通だったらって言い方はちょっと適切じゃないかもしれないですけども、やっぱりこうリスクを取らずに安全に行くって考えたらね、その何百万もねその準備金に使ったりとかせず、何十万もランニングコスト増やしたりせず普通に勤めて暮らしていくのが一番いいのかなって
思うんですけれども、でもせっかくねこんだけ個人事業でずっと続けて世間からはみ出し続けてきたから、もうもっとはみ出してやろうと思ったわけなんです。それではみ出すという書き初めを見ました。ちょっと見えないですけども、はみ出す。みんながなんかもう呆れてびっくりして、この人やっぱ半端ねえなっつって面白がってもらえるぐらいすごいアホなことともやっていきたいですし、皆さんからなんかこうやっぱ滝田さんすげえなって思ってもらえるように、いろんなことにチャレンジしていきたいなと思います。すごい長く続けた仕事を終えてお店を構えるなんていう出来事もあって、でもしかしたらそのね結婚して人生の伴侶ができるみたいなこともあったりするかもしれないですし、まあ、あるかもしれないというか、まあ、今年にそうなるんですけども、もうここ1年2年は自分にとってターニングポイントってわけじゃないですけども、なんか2つ目の人生の始まりみたいな感じがすごくします。でこれからねその安全にとか穏便にとかそういう風にやっていくのも悪くはないけども、たくさんねリスクを取ってめっちゃ面白いことやっていろんな人にねなんかいろんなことをお届けできればなとすごく思うような、2018年の始まりでした。そんな感じです。まあ、ちょっと今回もねベラベラと長く喋ってしまいましたけれども、以上でございます。アフタービート機材チャンネル、ちょっとチャンネルの名前は変わるかもわかんないですけども動画更新は続けます。もしかしたらサブチャンネルとか作ってねもっと YouTuber っぽいことをするかもわかんないです。宝部さんとかね、としみつさんとか、仲のいい YouTuber とかもね、増えてきたからね、そういったコネクションを生かして、もっと面白いことができればなと、本当に思ってます。それでは、次の動画の更新は多分土曜日になると思うんですけれども、土曜日の動画更新、もしくは日曜日の生放送とかでお会いいたしましょう。すんげえ寒い。そんな感じでございます。また今年も1年よろしくお願いします。ありがとうございます。アフタービートミュージックスクールギター科講師だった滝沢でした。頑張ります。じゃあね。